安明新郎演技23年3月21日は平安時代の皇族。第五天皇の第二王子でその皇太子となる。母は藤原恩氏。鈴作天皇、村上天皇の同母に。署名は高志蔵。送り名は文献美子太子。叔父の左大臣、藤原時平の後ろ盾により演技4年にわずか2歳で立つ大使し、東宮となる。 しかし、縁起9年、新能の即位を見ることなく、時平が没する。縁起11年11月28日安秋に、改名する。新能の乳母の子で家人の大輔を超愛するが、新能は即位することなく、父、第五天皇に先立ち隠れ後、去年21、安秋新能皇居後、その第一王子、吉尾良が皇太子に立てられるが、 二年後わずか五歳で隠れ家をし、代わりに、安明新郎の同母弟、広明新郎が皇太子となる。安明新郎、吉織夫ともに、藤原時平とつながりが深かったことから、両者の相次ぐ皇居は時平が追い落とした、菅原道真のたたりによるものとの風評が立った。これを受けて、醍醐天皇は道真を、右大臣に戻し生二位を追贈する御事の檻を発し、 道下げ追放の見事のりを破棄する。なおも、台風、洪水、薬病と最悪は収まらず、延長8年6月には、代理の清涼殿に落雷が発生し、苦行を含む複数の死者が出た。第五天皇はこれを見て、病に伏し、3ヶ月後、広明親王に上位、7日後崩行した。ありがとうございます。